れちゃう。はい、OK です。はい、中断してしまいました。改めてインスタライブ始めさせていただきます。よろしくお願いします。今日は、アットコスメでベスコスが12月1日に発表されたんですけれども、その中から編集部がピックアップするベスコス注目のアイテムを紹介してきました。で、先ほどまで3つご紹介してきたので、はい、改めて復習したいんですけれども、はい、1つ目ご紹介したのがザ・セムの CP チップコンシーラー、こちら780円の、はい、もう優秀なコンシーラーで、今年のアットコスメのベスコスでは殿堂入りをした、はい、アットコスメのユーザーさんの中でもすごく人気のあるアイテムになっています。はい、はい、で2つ目にご紹介したのがラブライナーっていうアイライナーですね。はい、はい、でこちらは、今年のベスコスでベストアイライナーの第2位にランクインしてます。で全部で5色展開していて、まあ、筆の描きやすさ、0.1 ミリの先が細い筆の描きやすさとか、あとそのアルミのボディが描きやすい、まあ、とにかく描きやすい、スル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 描きやすいということで人気のアイライナーです。はい、こちら1600円で販売中のアイテムです。で、3つ目に先ほどご紹介したのがもうアホ毛、髪の毛のアホ毛をこう簡単に抑えてくれるプリュス O のポイントリペアで、こちらは今年のベスコスで、ベストヘアスタイリング部門の第2位にランクインしています。で1100円っていう、結構価格もお手頃です ね、 そうですね。アホ毛ケアに1100円で悩みが解決されちゃうっていうのは嬉しいですね。素晴らしい。という3つを今までご紹介してきました。はい、で、あ、復活したかなっていうコメント、ありがとうございます。ありがとうございます。電波の調子が先ほどね、芳しくなくなり、一時中断させていただきました、はい、改めてどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだ、で今日、私はアットコスメの編集長をしております篠田と申します。で隣にいるのが、はい、はい、アットコスメ編集部の尾崎です、はい、よろしくお願いします。はい、この2名でお送りしております。はい、はい、皆さん戻ってきてくださってありがとうございます。はい、これ今使ってますってどれだろう、どれどれかな、ラブライナーかな、かな、ポイントリペアかな。ありがとうございます。全部ね、ベスコスに選ばれた、うん、優秀アイテムなので、うん、使ったことがある方も、ね、もちろんそのリピートすでにしている方も非常に多いアイテムだと思いますので、うん、はい、引き続きね、ご覧いただければと思います。そうです。で最後にプレゼントのお知らせもあるので、改めて皆さん最後までお楽しみください。はい、はい、で今日は4つご紹介するうちの3つを今、はい、お伝えしたので、最後の1つ、そうですね、改めてご紹介したいなと思います。はい、はい、はい、でもおうち美容、今年おうち美容いっぱいしたよねっていう中で、お風呂に入る人も増えた、非常に多かったと思います。確かにこういう事態になる前は時間もなくて、なんとなくシャワーだけで済ませてたって、うんうんうん、私もそうなんですけど、だけどこう時間がちょっとできたので湯船に浸かろうかなっていう方も増えた1年だったように思います。はい、そんな時に本当に人気だったのが、はい、こちらですね。こちらです。バースの、はい、薬用バース、うん、中性重炭酸入浴剤。はい、本日こちらご紹介させていただくのは、うん、9錠、900円のものになりますね。はい、3種類、ありまして、うん、30錠が2500円、うん、90錠が6000円ですね。はい、90錠のやつは本当に大きいサイズ。ものになってます。で こちらはアットコスメショッピングでも取り扱いになってますね。ありますね。今年のベスコスでベスト入浴剤第1位で、はい、去年のベスト入浴剤でも第1位、2年連続ベスト入浴剤に選ばれてます、はい、うん、あ、気になりますっていう、使ってみたいですとかいうコメントも来ているので、ご紹介、はい、実際にそうですね、ご紹介していきたいと思います。はい、こちらなんですが、うん、まあ、本当にリピートしている方も多いアイテムかなと思ってます、うん、はい、こちらのバースの魅力なんですけども、うん、まずですね、このこちらですね、はい、お風呂にこうポンとね、錠剤を入れるだけで自宅のお風呂がまさにこう温泉のようになる、うん、
ていう、はい、アイテムになります。あの入れていただくと非常に実感いただくかと思うんですけども、お湯がとってもね柔らかく滑らかになるんですよ、うん、その肌当たりも非常に気持ちいいっていうことで評価いただいているアイテムになります、うん、で本当に篠田さんおっしゃった通り、あのおうち時間すごい伸びて、うん、お風呂の時間も充実させたいよっていう人たちたくさんいたと思うんですよね、うん、そういう方たちにも大変好評いただいたアイテムです、はい、使い方はじゃあ、はい、ね、先ほど電波が中断した隙にお湯をお湯を用意してみました。用意しました。実際本当に使ったことない方がいたと思うので、はい、うんうん、実際どういうものかっていうのを、はい、ちっちゃいお風呂で、そう、ちっちゃいお風呂で、ちっちゃいお風呂で試してみたいと思います。見えるかな、あれお風呂がちっちゃいわあ、でもね、見えるかな、見えるかな、今バースの入浴剤をちっちゃいお風呂に入れてみています。これね、わかるかな、うん、ここちょっと移動しますね。これね、すごい気泡が細かいんですよ、うん、ちょっとなんか、なんだろうな、いわゆる炭酸のタブレットってブクブクブクって大きい気泡で出てくるんですけど、うん、これそうですね、シャンパンみたいすごい細かい気泡なんですよね。そうで、これは重炭酸イオンが多く入っていて、うんうん、長く溶け込ませる処方になっている、うんうん、はい、でそういうことで温浴効果が実現されて、うんうん、約24時間この濃度は保たれるっていう入浴剤になってますね、いいですね。そう、私もこれ実はあの2019年の受賞の時に、うん、あの買わせていただいて、それからずっと、うん、はい、愛用してます。私はそう、去年2019年の受賞の時に購入し、お世話になった方へ何か、うん、あのプレゼントで送りましたね。でもすごい喜んでくれました。あれはね、喜ばれますよね、うんうんうん、で、そうですね、あのビタミン C が配合されているので水道水に含まれている塩素を中和してくれるっていう作用もあります、うんうんうん、で、あと肌に優しい、そうですね、刺激が少ないお湯になるとか、はい、なので敏感肌の方にも使っていただけますっていう、うんうん、はい、入浴剤ですね、はい、そうなんですよ、うん、あの実際にこれ、うん、あのまあ、私も篠田さんも、うん、あの何度か使ったことあるっていうことなんですけども、うん、あの香りがこれ実はなくて無香料タイプなんですけど、はい、なので、まあ、本当にお湯の良さだったりとか、うん、その成分の良さっていうのをすごく実感できますし、あとはあの私も実際あの3歳になる息子がいるんですけど、うんうん、息子とお風呂入る時もこの、 あのバースはあの、うん、一緒に入れる入浴剤ですごく愛用してます、うんうんうん、なのであの、ね、ちっちゃいお子さんとかもすごい皮膚が薄いかなと思うんですけど、うん、そこでも、うん、敏感肌の人でもこう入れる、あの、うん、使っていただけるっていうところで、うん、なんか家族全員、うん、なんか本当にギフトとして喜ばれますよね、うん、これは間違いないアイテムだと思います、うん、であと自然生成物の発酵で得られるクエン酸、はいはい、とあと重曹を使用しているので、うん、お湯に浸かるだけで毛穴汚れを取り除いてくれる、うん、どうですか、入った後ツルツルになったみたいな気持ちはすごい実感するんですよね、うん、なんか子供をこう抱っこしながらお風呂入ったりとかするんですけど、うん、その時にこう抱き上げて、うん、こう肌を密着させてこう下ろした時の肌のこう滑り具合がすごくツルンとするんですよ。すごいそれは感動します、うんうん、あ、そうですね、入浴時間の目安は一応15分くらいを目安で、ね、お湯の温度は37から40度ぐらいのお湯で、ぬるめのお湯で15分くらい入っていただくのがいいのかな、はい、あんまり長くするとね、ちょっとそうですね、乗せちゃいますもんね、はい、はい、で、さらになんかすごい、そのバースのすごいなと思ったのが、この重炭酸イオンを含んだお湯、うん、このお湯ができるじゃないですか、でそれを頭皮マッサージに使えるっていう、そうそうそう、それすごくないですか、うんうん、そうなんですよ、だから私もお風呂入った後に、うん、その浴槽のお湯とかをちょっとこうかけて、うん、頭皮洗ったりとかそういったこともできるので、そうするとね、頭皮のこの汚れがね、う、うん、毛穴汚れがね、そうなんですよ、頭皮の毛穴汚れってお家でこうしっかり取ろうってなかなか難しいので、うん、なかなかできない、力超いる、そうそうそう、そうなんですよね、うん、それをこう毛穴からしっかりと取り除いてくれるっていうのは非常に嬉しいポイントです。
ですよね。そうなのでなかなかね今ヘッドスパとかサロンに行けない方、うん、でもこれで、はい、自宅で手軽にヘッドスパできるので、うん、ありがたい、すごい入浴剤だなと思って。そうそう、うん、しかもこちらの何ですか、発汗作用っていうのも非常に高くて、うんうん、まあ、新陳代謝巡るっていうところにも、うん、非常に貢献してくれるということで、うん、まあ、肌の美容効果っていうところも非常に高いアイテムかなと思ってます。うんうん、そうですね。で、あと今年はやっぱりお家にいる時間がすごく多くなって、私体の緩みをすごい感じたんですね。うんうんうん、なんか通勤しないだけでこんなに体って緩むんだっていう時に、なんかマッサージをよくお家でするようになって、はい、多分バース入れてお風呂の中でこう気になるところをこうやってあげると、まあ、血流が良くなってお風呂出た後もポカポカがずっと温かいっていう。なんかポカポカの持続をすごく私バースで実感していて、あのボディクリームとか塗りますか、お風呂上がりとか。めちゃくちゃ塗ります。あのちょっと寒い時期とかって塗ってる間に体冷えちゃうんですよね。それがバースで入った後ってすごく持続してるから、ずっとポカ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 で、だからボディクリームのこう塗った時のなんだろう、滑らかさっていうのが全然違くて、これがバースの効果なんだなってすごい実感したのを覚えてます。そうで、絶対あったかいとね、こう眠りにつく時も気持ちよく眠りに入れるので、はい、この冬とかこれからまだまだ寒くなる季節、ぜひ使ってみてほしいなと思います。なんか良さはまさにこの冬にさらに実感できそうですよね。寒い今だからこそ実感はできる入浴剤だなと思います。はい、じゃあせっかくあのベスト入浴剤で2年連続1位になってるアイテムなので、はい、口コミもたくさん入ってます。はい、紹介していきたいなと思うんですが、例えば、温泉に入った後のように余分な皮脂が落ち、肌がツルツルキュッと滑らかになります。クエン酸が配合されているので全身の美容効果も高く感じました。であとは温浴効果による発汗作用や肌への美容効果を十分に発揮し、体もしっかり温まるとってもいい入浴剤ですと。ベタ褒めです ね、 すごい褒めね。本当にこれ口コミを先ほど見てピックアップしただけなんですけど、はい、すごい褒めてますね。であとすごい、次のすごい人が、はい、すごい人がいたんですけど、気に入ったので、はい、30錠以上リピートしていって現在3袋目です。すごい。90錠を使ったってことですね。30回でこうバースでお風呂に入ったってことですね。そういうことになりますね。でお風呂上がりのポカポカが持続するところが気に入ってます。でベッドに入る頃まで体が温かいっていう。いや、それすごくいいね。なので本当に今年の1年の疲れ、はい、年末ね皆さん取ってスッキリしていただきたいので、ぜひ入浴剤使ってほしいなと思います。はい、ぜひぜひ。あとね、なかなか温泉とかもね行きにくい、行けない方もたくさんいらっしゃると思うので、はい、お家で温泉気分、はい、ぜひバースで、そうですね、温まっていただきたいなと思います。はい、はい、うん、じゃあせっかくなので、はい、今日、先ほど1回中で油断してしまったので、はい、改めて今日ご紹介したアイテムを全部、はい、じゃとご紹介していきたいと思います。はい、はい、でまず1つ目がザ・セムの CP チップコンシーラー、こちら780円で、アットコスメの今年のベスコスでは殿堂入りをした、はい、すごく実力と人気のあるコンシーラーです。はい、はい、で2つ目にご紹介したのが MSH、ラブライナーリキッドアイライナー R3 で、こちら1600円で5色展開ですね。で今年のベスト、ベスコスのベストアイライナーカテゴリーで第2位です。はい、5色展開でブラウンとか、うん、すごい絶妙なカラーリングなので、うん、はい、ぜひです。で、3つ目にご紹介したのがもうアホ毛対策開けてもう一回見せて、はい、アホ毛対策にはこれ、フリュスオーのポイントリペア、1100円です。はい、でこのマスカラになっているようなところをアホ毛を抑えて、簡単にアホ毛が収まるっていうアイテムで、今年のベスコスのベストヘアスタイリング部門で第2位に入っていま
ます。はい、で最後、先ほどご紹介したのがバースの薬用バース中性重炭酸入浴剤です。で今、見えているのが9錠入りで900円です、はい。でこちらは今年のレスコスのベスト入浴剤1位で、去年2019年のベスト入浴剤の第1位、2年連続で第1位の入浴剤になっています、はいはい。という4つをご紹介できましたね、はいはい。では、なんと今日はこれらのこんな楽しい、はい、素敵なアイテムたちの、はい、プレゼントをさせていただきたいと思います。やったー。はーい、じゃあプレゼントお待ちかねですね、どういう、しかもなんかいいですよね、はい。じゃあプレゼント詳細を尾崎さん、はい、お願いできますか。はい、ですね、今回、ご紹介させていただいたアイテムを、10名様、合計、40名様にプレゼントさせていただきます。バース10名、はい、これ10名、ラブライナー10名、セム10名、はい、で合計40名。40名です。はい、しかもセット内容が結構充実してまして、そちらもご紹介させていただいてもいいですか。はい、まずですね、こちらのザ・セム CP チップコンシーラーは、1.5 ナチュラルベージュを、はい、プレゼントをさせていただきます。10名。はい、10名様ですね。はい、続いてが、こちらですね、ラブライナーリキッドアイライナー R3 のダークブラウン、はい、はい、非常に、ね、使いやすいお色味ですね、こちらと、あとはですね、今回は、ラブライナーオールラッシュマスク、マスカラですね、マスカラですね、はい、こちらのブラウンブラックのセットを10名様に。ラブライナーはアイライナーとマスカラがセット、はい、そうです、はい、はい、アイメイク完璧、はい、と、続いてですね、こちらの真ん中ですね、こちらがプリュースウォーポイントリペア、今回ご紹介させていただいたもの と、同ブランドのシリーズになります、ポイントキープセット、ポイントキープ、はい、のセット2本セットですね、こちらをプレゼントさせていただきます、はい。で最後ですね、こちらのバース、こちらはですね9錠、はい、中性重炭酸入浴剤の9錠と、バース中性重炭酸洗顔パウダー10本のセットを、10名様にプレゼントさせていただきます。じゃあバースは入浴剤と洗顔パウダーそうですのセット、結構豪華じゃないですか。嬉しいです、嬉しい、これそれぞれね本日ご紹介させていただいたアイテムを、はい、各10名様、合計40名様にプレゼントさせていただきますので、はい、ぜひご応募いただければと思います。応募はどこからできますか？はい、応募方法ですが、今ご覧いただいています、アットコスメ公式のインスタグラムのストーリーに応募ページのリンクを掲載させていただきますので、そちらからご応募ください。はい、で他にも、IGTV に動画を、明日ですかね、保存させていただきますので、そこから、も、応募ができます、はい、ぜひご応募いただければと思います、応募期間が、決まってます、こちらがですね、2021年の1月18日月曜日の23時59分までです。来年1月18日、はい、なので、ぜひ今日の配信見てないお友達とかにも、ぜひ、はい、共有していただければ、まだまだ応募間に合いますので、はい、皆さん応募してみてください。すごい、あ、バース欲しいですとか、バース気に、ね、気になってる方たくさんいらっしゃいますね、そうそう、ぜひぜひ、ね、せっかくこれからお風呂ね楽しめる時期なので、そうですね、ぜひぜひ使っていただきたいですし、改めてね、皆さんの口コミで選ばれたベストコスメ、そうですね、はい、受賞されたアイテムの良さっていうのを、ぜひこの機会で体感いただきたいなと思っております、そうですね、はい、せっかくなのでお時間ある時にアットコスメのベストコス、チェックしていただけるとすごくすごく嬉しいすごく、でもしプレゼントが当たったらまた使った感想を口コミしていただけると嬉しい、また次のベストコスにそれが反映されて、どんどんこう皆さんとの循環
が回っていくので、そうですね、使って口コミして教えていただきたいなと思います、はいはい、ぜひぜひ、うん、はい、ではじゃあ尾崎さん今日はいかがでしたか、はい、すごい楽しかった楽しかった、はい、あの私、まあ、ベストコスメ、うん、本当に、うん、あの中の人なんですけど、うん、大好きなんです、うん、皆さんの口コミのこう、うん、どういう風に使ってるとコメントとか、うん、私こういう体質でこういうのが合ってましたとか、うん、そういうあのポジティブな意見だったりだとか、うん、本当セキララな意見みたいなのがすごく大好きで、うん、その集大成がベストコスだと思ってるので、うん、あの実は一通りあの試すみたいなのは年1回の自分の楽しみとしてやってるので、うん、今回ライブ配信でまさにこのネプレスオとかね、うん、使ったことないものとかを改めて触らせていただいてすごく欲しくなりました、うん、すごい良い循環ですねって嬉しいですね、うん、ね本当にあの使ったものをぜひ、うん、あの皆さんにね良さを知ってもらうっていう意味でも、うん、あの口コミぜひ使っていただきたいなと思ってます、うんうん、嬉しい、ベストコスは本当に参考になります、ありがとうございます、気になった商品があるとアットコスメで検索します、嬉しい、嬉しい、皆さんもそのね使ってくださってるの嬉しい、年一の楽しみですね、ベスコス、ありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございます、うん、あお店でベスコスのシールが貼ってある商品見るとつい買ってしまう、嬉しい、嬉しいわ、本当に嬉しい、まあね、うん、なんかいいものですっていうのも本当に印なので、うん、そう、このシールがあるともう間違いないなって私自身もすごく思って買っちゃいます、ね、だから本当になんかお一人お一人の口コミが本当に反映されているので、うん、本当に皆さんの本音、はい、本音を書いていただきたいな、そうそう、本当に嬉しい、みんなすごい嬉しい、ベスコス信頼感、嬉しい、ありがとうございます、一生読んでいたくなるね、一生読んで、一生読んでありがとう、ありがとうございます、ではそうですね、途中中断してしまって大変失礼しました、はいはい、で今日の動画の方はアーカイブで残させていただきますので、うん、とお時間ある時にまた見てみてください、はい、で明日もアットコスメでは夜19時からインスタライブ、はい、ベスコスフェスの一環で配信いたしますので、はい、明日もまたお楽しみください、はい、はい、では本当に今日はご覧いただいてありがとうございました、ありがとうございました、またベスコス見てね